と今配信にお邪魔したんですけど、はい、皆さん僕のこと分かってますかね。もちろん山本雄介さん知らない人いない、知らない人いないでしょ。みんな多分待ち受けみんな山本さんですよ。はい、いやそれは、はい、そうですよね、はい、大体それはもう、はい、みんなそうでしょ。お前も待ち受けそうや山本雄介さんね、はい、すごいな。で正直僕らの、うん、まあその世代というか、うん、見ない日はなかったですよ。あ、毎日ね、毎日、うん、やっぱもうドラマの時間帯になったら絶対見てたっすもんね。ありがとうございます。でもコメント欄すごいですよ。やっぱイケパラからルーキーズから仮面ライダーカブト、あそっか、はい、山田くんと7人の魔女、めっちゃ詳しいです山田くんと7人の魔女知ってます？あれマジすごかったよ。僕裏で思ってたんですよ、ずっと、うん、この気持ちを本番にぶつけてやろうって、うん、あれわざと後ろでは、わざと後ろでは、わざと山田くんと7人の魔女に関しては言いたい。確かに何人とチューしたんですかあれ。あれは女優さんは14人ぐらいです、ね、14人本当に西内まりやさんとかトリンドルレアさんとか出てる。なんならエキストラに来た女の子ともチューしてましたもん。え？あのそういうドラマだったんですよ。そういうドラマ、まあまあ、確かにそうですね。キス設定がそもそもそうコンセプトがキスだったんで。キスをしたら入れ替わるみたいな。え、でもそうエキストラ、ああなるほど。そうですね。その学校でその要は女子そのキスをして入れ替わるっていう。うん、だから出る女の子分キス。だから当時西内まりやちゃんとは多分計800回ぐらいキスしたんじゃないですか。あ、マジですか。恋人800回ぐらい多分。いやー、すぐ羨ましい。僕もうあれだけはもうだってもうそもそもドラマを見てなくても予告でキスしてるんですよ。広告で。あら。そうね。第1話の撮影してる時はスタッフさんとかが、はい、こう向こうの事務所のマネージャーさんとかもすごい気使ってくれるんですよ。はいはいはい。もうなんかこうもう大丈夫みたいな。はい。フリスク。フリスク待たされるんすよね。やっぱフリスク。当時何歳か。当時23歳。はいはいはい。でもうすごい気使われるんだけど、最終回になってくにつれて、はい、屋上で2人でキスします。はい、向かいの校舎から遠目から2人の姿を撮りたいんで。なるほどなるほど。で最初の頃はもうすごいこうメイクさんと隠れて、はい、こうなんかないようにはい、してたんですけど、最終はもう誰もそこの場所にいなくて、もう二人ついてるんだよ。はい、スタートって言われたらもうブチューみたいな、もう二人とも慣れすぎちゃって、はいはいはい、なるほど。今あってもブチューいけます。今それはプライベートブチュー、そうブチューブチューみたいな。それめっちゃ嫌われるやつ。いや別にもうそれはもう100ね。800回やってたら801回目も一緒っすよ。いやでもあれだけはマジ羨ましかったね。そうですね。やっぱドキドキします。いやもう最後の方はね、それはもうまあまあそれは最後の方は慣れですよ、まあ、最初とかあれはオーディションだったんですよ。ドラマの出演はオーディションだったんですよ、はいはいはい、オーディションで決まったんです。オーディション決まったんです。あの本当は違う役を僕にやらせたかったらしくて、プロデューサーさんは。だけどまあオーディション一応来てくださいっていうので、なぜか知らないけど僕その山田くんっていう役になったんですけど、最初原作見ないでオーディション行ったんですよ、はいはいはい、で受かって、はい、で原作見たんですよ。もうマジ当時若いんで、はい、でもうかわいい、いや若くじゃない、こんなのってなるじゃん。トリンドルちゃんいるし、はい、いやそうっすよ。もうクワクワクドラマ自体の内容知らんかったもん。そんな渋谷のツタヤでちょっと僕なんかちょっとムラムラしてましたもん当時スタヤで読んでたんですよ。だし僕これ見たんですよ当時。僕テレビっ子だったから、あのドラマの NG 大賞みたいになったの知ってました、ね、ああ分かる分かる。これ出たんですよ、はい、わざと NG 出してました。違う、わざとね。こうわざ、あれはもう僕、ね、当時の、はい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 、もう分かります男の子としての僕が、うん、これわざとだって、はいはいはい、やってました。やったなと。あ、わざと NG キスシーン NG 出してるわってあれわざとの時とかはあったんですか。いや、ないですないです。ある、ある。でもこれ言っていいのかな。おトリンドル側が、トリンドル側がわざとなんだあっち側がわざとやってもう一回やりたいから。いや言っていいのかな。もうこう、まあ誰とは言わないです、はい、その女優さんが誰とは言わないです、はい、ただ一日中撮影してるじゃないですか、はいはい、まあ、歯磨きもしますし、うん、こうフリスク食べたりします、はいはい、ただ
まあ、緊張感のある現場だったりするんで、うん、ドラマの撮影、まあ、ドラマです、うん、そうですよね、こうお互いにこう口の中臭くなるんですよ、はいはいはい、誰とは言わないですよ、はいはいはい、めっちゃ臭い人いてその14人の中に、中に、はいはい、そうだから その瞬間引いちゃうんですよ、あ、綺麗なものだったのに、ああ、なるほど、イメージではめちゃめちゃ綺麗なものだったのに、そうそう、はい、現実が来るんですね僕の場合逆でもうめちゃめちゃ臭いもんだと思われてるんで、意外にあの臭くないことが臭くないみたいな、はい、で逆のパターンがありますからね僕の場合は。でもなんか前なんか全然別の話なんですけど、芸人さんかなんかのキスシーンで、うん、その臭いって思われるのが嫌だからめっちゃタバコを吸っててみたいな話があって、タバコ臭いって思われた方がいい、あ、逆にね、じゃタバコ臭くてあの嫌だって言われたらしいですっていう話は聞いたことあるです。なるほど。